どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、またね、皆さんに残念なね、話をしてなければいけません。今回はですね、マリオットボンボンホテルのポイント宿泊のね、必要ポイント数なんですけども、今まではですね、13万ポイントがね、最大だったわけなんですけども、残念ながらですね、先日より最大ね、15万ポイントまでポイント上限がね、引き上げられておりますので、本日はね、こちらの解説と、名古屋にね、新しいマリオットボンボンホテルがですね、 予約開始いたしましたので、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、マリオットモムホテルはですね、2022年の3月末にですね、シーズン制からポイント変動制に変更しましたよね。現在ね、変動制でね、必要ポイント数が決まっているわけなんですけども、その前にですね、 マリオットボンブホテルはカテゴリー制だったんですよね。まあその時のね、カテゴリー一覧がこんな感じになっておりまして、まあホテルごとにですね、このカテゴリー1からカテゴリー8までね、振り分けられていて、まあその中でですね、オフピーク、スタンダード、ピークでね、まあ振り分けられて必要ポイント数がね、決まっていたんですよね。これが2022年の3月までね、こういった感じになってたわけなんですけども、それがね、2022年3月にポイント変動制に切り替わったんですよね。で で、切り替わってはいたんですけども、今まではですね、この必要ポイントっていうのは、このね、シーズン制の、まあ、カテゴリー8であればですね、7から10万ポイント。まあ、大体ね、この中で運用していくっていうのをですね、昨年ね、マリオットボンボンホテルはね、発表してたわけなんですよね。まあ、それでずっとね、来ておりまして、まあ、その中でね、あの、人気のホテルだったり、人気のエリアだったりね、まあ、こういったところは、少しね、調整が入りますということで、 その中でもですね、最大ポイント数は13万ポイントでね、まあこれが一番高いね、ポイント数ということで、まあこれ以上ですね、一泊のホテル必要ポイントで13万ポイント以上ね、超えないように、ね、なっていたんですよね。まあそれがですね、まあずっと来てて、マリオットボンブーホテルは2022年のね、1年中で、まあこのね、必要ポイント数を徐々にね、変更していくっていうのを以前ね、発表しておりまして、まあとうとうね、1年が経ったところでですね、 とうとう、必要ポイントがですね、最大15万ポイントまで引き上げられてね、しまったっていった形になるんですよね。 で、このね、必要ポイントが15万ポイントまでね、引き上げられましたということで、じゃあそのホテルはね、どこなんだっていう話なんですけども、今現在ですね、この日本国内のね、マリオットボンボンホテルとかでは、このね、15万ポイントとかね、適用されているホテルはなくてですね、私がね、ちゃちゃっとね、確認させていただいたところだと、このね、モルジブのリッツカールトンであったり、えモルジブのね、 セントレーズ。まあ、ここら辺はですね、15万ポイントはね、まあ、設定されているっていう風になりまして、まあ、これ以外でですね、まあ、 調べればね、多分15万ポイントね、出てくるかな、なんていう風に思うんですけども、まあ今まではですね、最大ね、13万ポイントだったね、マリオットボンボイホテルの無料宿泊はですね、まあ最大ね、15%までね、引き上げられてしまったっていう風になるんですよね。で、先ほども言った通りですね、日本国内に関しては、そんなにね、必要ポイントが めちゃくちゃ上がってるとかね、そういった印象はね、まあ調べるとね、出てこないんですけども、まあニューヨークとかね、マリオットボムホテルすごいたくさんありまして、ニューヨークとかはですね、今までね、まあ7万ポイントが ま、結構ね、多かったんですよね。まあ、7万ポイントの対象ホテルが。まあ、ここら辺のホテルもですね、だいたい1万ポイントぐらいね、まあ、上がっている印象を受けるっていうふうになりまして、全体的にですね、引き上げられているね、印象があるんですよね。まあ、こればっかりはですね、今回ね、マリオットボムホテルは特に何かね、発表してこの15万ポイントに、ね、なっているわけではありませんので、まあ、これが一時的なのか、今後ね、ずっとこうなっていくのかっていうのは、まあ、正直ね、わかんないわけなんですけども、 まあ、ニューヨークもね、上がっておりますし、まあ、ルジブもね、上がっているっていう風になりますんで、まあ、徐々にね、マリオットボンボイホテルのこの必要ポイント数っていうのも、 上がっていくのではないのかな、なんていう風に思うんですよね。ですので、今現在ですね、私たちができるっていうことはですね、今後ね、マリオットボンバーホテルを利用する予定のある方はですね、まあ、できるだけね、早めに予約ね、取っておくのがですね、いいのではないのかな、と思います。まあ、マリオットボンバーホテルね、この3月でですね、毎年ね、今まではですね、ここら辺で、ね、必要ポイント数の調整とかね、入っておりましたので、まあ、それでね、多分、調整入ったのではないかっていう風に思うんですけども、まあこう 公式なね、何も発表がありませんので、ひとまずですね、徐々にね、引き上げられているっていうふうになりますんで、まあ、おそらくですけども、これがね、多分、徐々にね、広がっていくのではないのかな、なんていうふうに、私はね、ちょっと予想しておりますので、おそらくね、国内のホテルとかも、え必要ポイント数ね、ちょっと上がっていくのではないのかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、早めに予定決まっている方はですね、予約ね、されるのがね、いいのかな、なんていうふうに思います。 それでは次にですね、名古屋のね、オートグラフコレクションのホテルがですね、予約ね、開始いたしましたということで、こちらのホテルですね、すいません、読み方がね、ちょっとわかんないんですけども、 ティアドでいいのかなティアドオートグラフコレクションなんですかねちょっと読み方は間違ってたらね、申し訳ないんですけども、えー、こちらはですね、2023年の7月1日開業日がね、えー、決まりましたということで、予約はですね、公式サイトより、えー、できるようになっております。このね、ティアドの公式サイトでは、もうね、予約開始ね、しているわけなんですけども、マリオットモモホテルのね、公式サイトでは予約自体ね、3月30日からっていう風になっておりますんで、ちょっとね、この動画が出てるとき、ちょっと3月30日 ね、超えてるかもしれませんので、もしかしたらこの動画出てる頃にはね、マリオットボムホテルでね、あの、サイトから予約ね、できるかな、なんていう風に思うんですけども、名古屋にですね、新しいね、オートグラフコレクションがね、できるっていう風になりますんで、7月1日からね、利用することができるっていった形になっております。こちらはですね、株式会社日本セレモニーが運営するラグジュアリーホテルということで、ティアードオートグラフコレクションという名前っていう風になっております。ちょっとこれ読み方間違ってたら、 すいません。こちらね、名古屋市の中区、境にね、できるということで、全客室がですね、150あるわけなんですけども、すべての客室で50平米以上のね、客室っていった形になります。で、客室のカテゴリーがですね、ユーフォリアデラックス、ユーフォリアプレミア。 で、スイートっていう風になっておりまして、このユーフォリアデラックスが46室、ユーフォリアプレミアが90室、スイートが13室っていった形になります。で、ユーフォリアデラックスツインパークビューの客室はね、こういった形になっておりまして、 で、ユーホリアプレミアキングパークビューのね、客室はね、こういった形になっておりまして、バルコリー付きとかのね、客室もあるそうです。で、スイートがですね、こういった感じでコーナールームのね、スイートも、えー、あるそうなんですよね。名古屋にね、新しくこのね、ラグジュアリーブランドのね、ホテルができるっていう風になりますんで、これはね、かなり楽しみですよね。2023年の7月の1日ね、 開業っていう風になりますんで、ぜひね、気になる方、利用ね、してみていただければなと思います。ちょっとね、マリオットボムホテルのね、公式サイトの予約が3月30日で、私のこの動画撮ってる時点ではですね、まだね、予約は見れそうもあございませんので、ちょっと必要ポイント数とかね、わからないわけなんですけども、まあ、名古屋なんでね、そこまで高く設定されないのではないのかななんていう風に思いますので、ぜひね、3月30日以降ですね、チェックね、していただければななんていう風に思います。 ということで、今回ですね、マリオットボンボホテルが必要ポイント数最大15万ポイントまで引き上げということで解説ね、させていただいたわけなんですけども、いやね、ちょっとね、残念ですね。 これね、マリオットバマホテルね、この必要ポイント数に関しては、今までね、発表があった上での変更がね、多かったので、今回ね、多分ね、海外のブロガーとかもね、あの、公式の発表がありましたみたいな話はね、なかったと思いますので、今回サイレントでね、引き上げられてると思いますので、この点はね、ちょっと残念ですよね。今後ね、あの、必要ポイント数自体はですね、やはり徐々に上がっていくのではないかな、なんていう風に思いますので、ひとまずね、利用される予定のある 方は早めにね予約されるのがねおすすめっていう風になりますんでぜひねチェックしていただければなと思いますということで今回の動画ねこんな感じで終わりたいなと思いますこの動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしていただけるととても嬉しいですそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ